はいどうもハリウッドでございます。本日のレトゲー10分アーカイブはファミコンジャンプ2ですね。これは完全にやったことありません。ファミコンジャンプ1はちょろっとやった記憶はあるんですけど、ファミコンジャンプ2に関しては全く記憶がないというか完全初見で、どういうゲームかも知らないし、誰が出てるかのこの最強7人もタルルート君もいるのか、はあ、はあははあ、誰が出てるかとかもね全く知らないんですよ。それくらい何もわからないゲームです。りょうちゃんね。じゃあそれでは行きましょう。もしよかったらチャンネル登録と高評価、感想もコメント欄でいただけたら嬉しいです。じゃあ行きましょうか。最初から始めるで、記録、あ、セーブできるなってんの。どの主人公から始めますか。へえ、ももちゃん、りょうつ、たいぞう、ジョジョ。やっぱジョジョかな。やっぱ、空城城太郎っすよね。早い、遅い。よくわかんないけど、まあ、真ん中でいいか。やれやれだぜ。よく来てくれました、ジョジョ。私はこの大神殿に宿り、世界を見守るジャンプワード精霊。平和でジャンプワードに異変が起きつつあることはあなたも感じてるはず。大きな災いとならぬうちに、剣を好きと舐めなければなりません。その使命を果たすため、最強の7人が選ばれました。ターちゃん、モモ、タイソン、両つごく食べると。ターちゃんだけね、名前好きで、あとはもう呼び捨てやけど。もちろんあなたもですよ、ジョジョ。一刻も早く他の選手たちを集め、ここに戻る。私もそれまでに世界の様子を調べておきましょう。そうそう、これを持ってお行きなさい。お行きなさい。お行きなさい。精霊の指輪か。その指輪を手に掲げれば、立ち度がこへーへー、なるほどね。完全に RPG なんですね。ワンと違って、完全 RPG になってるんですね。気のせいでしょうか。あー、なるほどね。2は、本当に普通にドラクエとか、そっちスタイルになってるんですね。ロマサガに近いかな。熱っ。お、薬瓶。戦いの時、薬。辛いこともあるけど頑張ってねって優しいじゃん。完全に音はドラクエですけど。このドゥドゥ、ドゥドゥ、ドゥドゥドラクエなんですけど。ドラクエか。高い意識を失っても案ずることはない。ジャンパーとしてこの大地神殿と導いてくれる。あは、じゃあやられても、まあ復活できるよ、みたいなことですよね。まあまあまあ、言いたいことはわかるが。これは？ああ、お金0円なんでね。精霊の指輪を売って金にすることはできないのかい？世界各地の神殿ワープ。へえ、ああ、なるほどね。はあ、はあははあ、そういうことか。あれ？じゃあもう、これで移動しろってことか。ジョジョだけが移動できる場所が多分あるんですよね。完全に音がドラク、やってることドラクエ2みたいな感じなんですけどね。まあまあまあ。どんな感じなんですか？曲が？ちょっと一回戦闘したいですね。曲がドゥ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 。ジョジョはこの曲で、他の悟空とか両津とか他の曲なんですかね。どんな感じですか？スライムが現れた。どういうこと？え？え、どういうこと？ターン制みたいなのかな？コマン、ガチャポン戦機みたいな感じですかね？攻める。全然ちょっと不安しか、ちょっと待って、ちょっといろいろ試そう。不安しかないんですけど、このゲーム。あんま強いところ行くと勝てないっすよね。ちょっと不安しかないですけど、このゲーム。マジかよ。ワン、マジっすか、これ。どうなってか全然わからんすよ。見たいか。ちょっと待ってね。違う。一回攻撃者行動してくるってのは分かったんで、どうやって選ぶんだ？必殺技とか、おら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 。おら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 。これずっと必殺を出したけよ。いい説。自分の HP が真っ赤になったらどうなんだい？どういうことこれ。
大量、あれもうハートがないからやばいんじゃないですか。やられるんじゃないですか。え？ちょっと待って。終わった。ちょっと、あ、一回が自分の HP を確認しながらじゃないとやられるってことね。いや、むずいぞ、これ。はい。あ、なるほど。あ、結構、なんかこう、ルーラね。これは、確かに優しいっすね。戦闘システムは怪しいですけど、村に入っても曲は変わらないですね。石にされてんのか。あー、なんかよく、まあよく聞く話と。あ、ジョセフ・ジョーフターや。お前の物理この街は人を石に変えても恐ろしい人の戦いに襲われた。わしを見ろ、体半分石になりかけて。わからないって。わからん。これで被害を増やせ、増えないうちに奴を探し出せか。また井戸とか言わないよね。どこにスタンド使え？犬とか。スタンド使えがどこにいるって言われてもね。お、宝箱があるじゃないですか。これ調べるでいいんだよね。テレポマシン。まあ洞窟から出るみたいなことですよね。これ戦闘に、戦闘に不安を感じてるんですが、これアブドゥルですよね。情けない、こんな姿にされると。私のファンも泣いてることなどと言っている場合ではない。早くあなたのスタンド、スタープラチナのやつを必ず倒せる。怪しげな洞窟がオーシュの東にある。ってことはもうそこに行けってこと一択でいいんですよね。で、東に行きますか。東に行くのはいいんですけど。東か。まあ山を越えていくんでしょう、どうせ。曲がね、町に入っても何も変わらないと不安ですよ。あれ？アブドゥル、これあれ東？スライムとかだったらいいですけど、あれあれ、あ、射程距離みたいのがあるのかな。でも私、自分はハート3つしかないんですよ。で、結構、ちょっと強くないですか？え、強くないですか相手。体力は回復した。体力は回復するのはいいんですけど。武器、バトルスニーカーと学ラン。このゲームは絶対難しいと思います。二人いたら終わりよ。バッと。ちょっと待ってね。動かして、あれ？ちょっと待ってね。HP、あ、満タンになってるじゃん。え？急降下みたいな。天空ペケ事件ね。動くなや。あんま変わんねえぞ。動いても動かなくても。戦闘一戦闘ごとに。うわぁ、エンカウント多いとだるいな、これ。人食いサボテン。怖い、これ。ちょっとここでやったら動いてきてくれて食らわない。あれ？食らうんか。結局食らうんかよ。何今の動き。なんだ今の動きは。ちょっと気持ち悪いぞ。あ、ミスター、あ、マジか！聞いてないよ、それは。負けるんじゃない？ちょ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 、あれ？オラオラオラで行かないと負ける。危ねえ。赤い血文字にしないでほしいですね。あれ、東アブドゥル、これアブドゥル、音ついてないよね。待ち構えた。ああ、そっか、待ち構えたら相手が先手取るってことね。いや、無理っすよ、2対1は。これ、オラオラしたら、オラオラしたら、ちょっと待ってね、オラオラしたら、2対2攻撃できるとかないのかな。
めっちゃ減った。あ、やっぱそうだそうだ。だからと、だから言っと言ってなんだと言いたくなるけど。まあでもまあ、まあずっとこれ、こうやってれば、絶対にクリアできるってことなんですよね。お金は、お金減ってないんじゃないですか？減ってんのかな？ちょっと不安しか感じないゲームですけど。複合ね。これ人が多かったら、7人いたら7人動かしていくのかな。1回の戦闘でかなり時間がかかりそうな雰囲気があるんですけど。ちょっとこれまたやられるで。はい、ということで10分経ったね、これ終わりたいと思います。まあ、1と2ってもう完全に別ゲーみたいな感じですね。なんかまあ、ドラクエと、なんか、なんて言えばいいんですかね、これはスーパーロボット対戦とかですかね。まあそういうのに、ファイアーエンブレムだったりとか、まあそういうのをうまく組み合わせて面白いところ、いいところにみたいなゲームな気はしますが。はい、ということで今回はこれ終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録と高評価、感想もコメント欄によろしくお願いします。それでは失礼します。バイバイ。